はい、こんにちは、カドボーです。ドラゴンクエストミストロールソング続きやっていきたいと思います。マイクテスト、はい、入ってますということで、前回ね、水流まで行きましたね。ドグマ倒してサマオサでね、で水流の交渉で、イノーマスイング倒して、あと弁護士だね、弁護士のところに行って、夜だね、夜だとあのそこ調べられるよね。で最後の鍵取ったんだ。弁護士のところ行ったら、何でしたっけあいつなんだっけあれ、デスマシンがいた。キラーマジンガじゃなくてね、まあそんな感じでした。ということで最後の鍵取ったんで、最後の鍵巡りだよね。ペルポイだっけ、あそこも行けるよね。まあ行ける場所はね、しらみつぶしに行きましょう。はい、お、プラチナメイル。まあ使っちゃうか。お、5も上がった。あ、やっぱりすごいなこれ。ラゴス、いずれラゴスにした方がいいのかな。厚手の鎧もいらないっすね。お金も結構たまってんじゃない。23,300 あるわ。はい、ということで鍵巡り行きましょう。ちょっと夜にしたいね。夜にして、あそこの壺の中にもおそらくあるでしょうからね。今回未開の地とかね、まあそんなとこも行きたいんですけどね。はい、おそらくここの、ここにあるね。100ゴールドか、ね、100ゴールドもそうだし、セントベレス行ったでしょ。リリーザ、グランバニア、どこだったっけな。どっかの、どこの地下だっけな。本城、本城もそうだね。ムーンペタか、ムーンペタにもあんのか。こういうの大事だね。グーグーどこら辺がやっぱ変わったんだろうね、モンスターはね。デスマシンは初でしょ、前回最後ね、びっくりしたね。あとここだ、ここと皆殺しの剣、こんなん取ってなかったもんね。呪われた装備ですけどね、まあ、使いようあんでしょうかね。セントベレスでしょ、リリザ、ビスタ、ビスタ、ビスタなんかあったっけ、ないよな。ポンジョ、ベラヌール、ザクソン、メダルの祠も1個あんね。エジンビア、あ、エジンビアあるな。まあ水流はちょっと後回しで。こんなんいたっけ。最後の鍵は持ってるか、持ってないなら一度グランバニアの洞窟の奥に行ってみるといい。あ、ヒントもらえんのか。そっか、鉄壁の守りってやつだね。信じてくれ、私は痴漢などしていない。さて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 、ここは鉄壁の守りだよね。ふ、鉄壁の守り、あそこがアクアマリンあるんですけど、水流どうにかしないといけないんで、まあ行けなくはないレベルなんかなと思いますけどね。あ、サマン王様あったね。黄金のティアラ、これは、これは誰に持たせよう。女性ですよね。
海賊のとこにもね、一個ありますよね。そんなもんかな、とりあえずは。あとは新しい場所に行って、まあ、アイテム買えばいいんかなと思いますけど。あと、ここだね。回収完了。あとはメダルの王様ね、さっき言ったけどね。ヘルポーに行ってあと未開の地か。はい、幸せの帽子。幸せの帽子は誰が装備できるかな。模様元もできんだ。風の帽子をどうしようね。スライムメットの方が上がんだね。よし、あとはビスタコを行って預けっか。はい、ということで最後の鍵取ったということで、このペルポにねあるんですけど、まあ、宝回収だね、まずね。で、こういうパフパフができるとね。はい。まあ、ミニイベントですけど。まずあなたからね、どうぞ。嫌ですわね、軽蔑しますわ。ハッサンやトンヌラともかく、模様元やチャモロまで行くのか。まあ、男なんてこんなもんだろ。あんな女より私の方がナイスバディなのに、もうちょっと、萌え元たちなんて知らない。あ、女性サイドの話聞けんだ。ジェシカさん、気をつけてくださいね。彼らがいいよって来たらきっと体目当てですわ。そうだな。これ萌え元編だと男の話聞けるんだよね。そうだな。教団との決着がついたらまともな相手探したいよな。お、し、ま、い。へへへ、美味しい商売だ。モシャスを覚えた甲斐があった。遊び人でレベル37まで上げるのは大変だったぜ。あら、あなたたち私の虜になったでしょ、うん、ここは預かり所か。まあ、ちょっと変わるの、ん？変わるのもあんだね。世界には船で行けないところもあるのよね。空でも飛ばない限り行けないね。川を、登った山の洞窟にデスティニーストーンがあるという。ただし河口には水門があって、それを開けないとたどり着けない。シルバートレイ、シルバートレイはもう一人できたな。魔法の盾より上がんだけどね。これなんだ、防御か。あー、魔法、水の羽衣、力の盾もいいっすよね。アイテム満タンですね。とりあえずちょっと種使ったりして装備品はね整えようかな。ここも行ってないね。この町から東南東の島に世界樹が入っている。その葉は死者を生き返らせることができるが、どうやら1枚以上持っていると葉が引き抜けないのじゃ。の武器あるよね。ドラゴンキラーぐらいか。だいぶ上がりますね。まどろみの剣もいいんだけどね。よし、じゃあちょっと整えますね。はい、ここも多分変わり映えないと思うんだけど、ね、まあ、デボラ編でね。中にちょっと違うのがあれば、また紹介しますけど。あ、ここは馬車連れてこれんだね。まあ、奥にね、あれがあるんで。なんだっけ、デスニーストーン。
まあ、ここまで来てレベル上げた方が良かったんかなとは思いますけどね。経験値も今までよりいっぱいもらえますんで。ね、スケアリ、インヌとかいるから。これザラキ結構効きますよね。戦ってるとなんか弱点分かってくるよね。何氷が効くとかさ。もうここ対抗できるようになってるんで、他のとこもいけるかなって感じはするんだけどね。あと宝を回収しながら攻略すればいいかな。じゃあね、ちょっと長くなるんで、今回またね、いっぱい攻略したいんでカットします。はい、洞窟抜けた先の未開の地。まあ、なんもねえだろうな。ね。お前たちが来るの待ってた。さあ、このルビーを持っていけ。ね。わしにはわかるのじゃ、お主たちが世界を救う希望であるのか。ルビーと、オパールと、ダイヤモンドか。手に入れましたね。まだ海賊きついかな。なんかそんな感じするよね。だいぶ遠いんすよね、あそこね。さて、どうすっかな。一回挑戦してみるのもありだよね。ラマダはまだちょっとなんかきつそうな気がするんだけど。まあでもやってみるのもありですよね。セーブさせていただいて、まあメダル王のとこ行けばすぐ会えるんで、あいつは。キルリスはまあ無理だね。あれよりは弱いけどね。神秘の鎧を装備させればなんかいけそうな感じもするんだけどな。ラマダなんですよね。はい、ということでここがまあモヨモト編だとアトラスだったんだけど、なぜかラマダになってる。だからこっちの方が難易度高いよね。とりあえずまあフバハも大事だけど、スクルトかけないとしょうがないから、攻撃はこれとりあえず大丈夫ですよ。これでフバーハをかけて、バイキルトをデボラ、呪文も来んですよね。やめろ、そういうの来んのか。ムカに聞くかな。聞けばだいぶ違うんですけど。なんかそんな人そうですよね。ここでバイキルトをハッサンにかけて、あとはもうチャモロとかでさ、トンドラでいいや、とりあえずはね。なんかいけそうだね。ここ力貯めなかったっけ。捨て身とかやればまた違うんでしょうけどね。とりあえず回復しとくか、裏もね。物事なんか攻撃出ないの。バイキルトかけてないか、もしかして。あー、ハサ、混乱はまずい。
ふわはが溶けた。やっぱりそうだよね、バイキルトかかってなかったよね、さっきね。頑張ればいけますね、こいつはね。あ、いけました。はい、デスティニーストーンがこれで2つ。水、お、凍てつカード。そっか、凍てつカードをかけないとね、結構きつかったりするもんね。水流いけっかな。うおー、バカな。素晴らしい。デビットがこれほどの力を究極に重ねれば、さらに強いモンスターも生み出せるに違いない。ヒミコ、助けてくれ。このままでは死んでしまう。おすまぬのを、そなたが負けるとは思わなかったゆえ、回復する手段がない。悲しい学校でお別れじゃ。なんだとふざけるな。なら貴様もこいつら戦え。他にもモンスターの心は持ってるだろ。完成したのはその一つだけじゃ。光の教団幹部ともある者が今さら死を恐れるでない。わあ、グフ。返事がない。ただの屍のようだ。一回出なくちゃいけないっていうね。ほい、アメジスト。デビット死んじゃったね。ということで、今あるのがルビー、アメジストでしょ。アイテム欄ちょっと邪魔になるんで。水流はもうちょいかな。うん、まだ回れる場所あるもんね。水の羽衣。あ、でも今のやり方でなんかいけそうな気もするんですけどね。はい、とりあえず挑んでみようか。まあ、負けっかもしんないけど、なんとかなる部分もあるんかなと思いますけどね。今まで行けなかったとこ回収ですよね。はい、星筆持ってきたようだな。では、いただくといいな。いいえ。私に挑んでいるのか、いいだろう、かかってこい。ということでね。星フルではいるもんね。クバーハの、スクルトはいるよね。力ため、ペホマラーの、バイキルト。スクイが凍てつカードを使ってこないっていうね。強えな。もう一回。409。もう一回スクルトだね。ルカに効くかな。おっ、うわ、効くね。セミリアン300はきついっすよ。ちょっとやられちゃうかもね、これはね。デフォマラがないんですよ、まずね。でもなんか頑張ればデボラでいけそうな気はするんだけど。ね、頑張ればいけそうでしょ。でもマイケルと取れちゃったな。あー、もうちょいだな。頑張ればいけそうですね。よし、挑戦。ちょっと強いな。
強いけど、チャモロ落ちたのがちょっと痛かったので、ザオリコ覚えれば楽なんでしょうけど。ここでも敵出てくかな。それはまずいね。マホトーン解くのって無理だもんね。これやられちゃったらアウトかな。ヒアリクで解けないもんね。だってね、ねえ、ちょっと一回やり直すしかないかな。これはここもベホマラ覚えないとまず無理だね。マホトーンやられたらちょっとアウトだ。やり直し。世界樹の葉とかね、使えばいけるんでしょうけど、もったいないんで、絶対後でね、後悔するからね、使ったら。開幕のさ、ああ、開幕の魔法トーンは痛すぎですね。まずいよな。おお、間に合った。未手つく波動がないだけ全然いいんですけどね。720ってさらっとできるね。ちょっと笑いますよ。さて、また落ちたらやだからな。重ねがけてできんだってこれ。クバハトケはまずいですね。もうちょっとだったんだね。やるかやられっかだもんね。ひどいっすよね。ゼシカ覚えっかな。お、星フルで来ました。これで まあメタルキングは落とすみたいなんですけどね。リレミトがない。じゃあ出ますか。これでアクアマリンもらえるんで。はい、エジンベアです。ここで、はい、あの推理を倒すなんてすごいですね。ありがとうございました。アクアマリンは倉庫にあるのでお持ちください。あと、まあ女性で、まあそれは次回でもいいかな。そうね、今回ここまでにしようか。まだちょっとやることあるんだけど、まあ、あと1個、水門攻略しなくちゃいけないもんね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。まあ、なんだかんだ、
いろいろ倒せたかなと思うんで、ね、まだ先は長いので頑張ってやっていきましょう。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。